Messieurs les Américains, au nom de l'armée française, j'ai le grand honneur d'accepter le commandement de cette force héroïque dans notre lutte contre la tyrannie féroce de l'ennemi commun. Bravo! 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 Bravo!俺たちフランス軍に編入されちまったんだ。本当かい？これより閲兵を行う。軍曹、君の隊をただいまより閲兵する。兵隊たちが激しい戦闘を経てきたのはよく分かっておるが、しかしそれは現在のあの見苦しい態度の言い訳にはなるまい。それじゃあ後で司令部に出頭するように。3分後だ。今のあれは何です？爺様どういう気なんです？本当の将軍ですか？ありがとうございました。本当にありがとう。何、それはいいんですが、しかしあれは何です？私の祖父ですの。私、ジャクリーヌ・ブーシャールです。本物の中将なんですか？ええ、陸軍士官学校出身で幕僚の一人だったんですの。それは大したもんですな。村の人は祖父の功績を忘れています。それに年寄りのプライドも分かってくれませんの。祖父はお役に立ちたいんです。でも今度の戦争では年寄りすぎると言って軍に断られてがっかりしたんです。自分ではまだ働けるつもりなんですの。あなた達者に話しますね。ありがとう。だって亡くなった私の祖母はイギリス人でしたの。祖父に会いに行ってくださいますか？お待ちしてます。それは行きたいとは思います。お願いですわ。いらして。
彼女なんです？あの年寄りの孫だ。ちょっとしたもんだった。この町もまんざら悪くなさそうだね。いつまでいられるんですかい？10分休んだらじいさまの家の前に集合しろ。あのヨボヨボヤギんとこ行くんですか？あの人は中将だ。お前はただの兵隊なんだぞ。それに年寄りはいたわってやるもんだ。10分だぞ。よくいらしてくださいました。いいんですよ。祖父は年で忘れっぽいんです。それに過去に生きてるので。ドイツ軍がいた頃はそれは心配しました。いつ殺されるかと思って。おじい様、見えましたよ。あの人が見えたわ。予定より30秒遅刻したぞ。その金槌取ってくれんかね。ありがとう。どうも。ありがとう。それいいかね。フォーシュ、ブジョ、そしてアメリカのパーシングだ。普通なら知ればこう取り散らしておらんのだが、ドイツ軍の占領中は機密書類など隠しとく必要があったんだよな。さて軍曹、これが最近の戦線の位置で、わしの見るところ。これこれ、ジャクリン、困るね。お前、作戦会議の最中にそういうことしては。よかろう、特にこの際であるしな。軍曹、この辺のブランディですのよ。とても強いんですの。君と勇敢な部隊に乾杯。あっち行っといで。さて、この地図はご覧の通り、現在の我が方の戦略的位置を示しているのだが、相当に入り組んでおる。しかしこれだ。いいかね。つまりこの村ですな。その通りだ。君と勇敢な部下のおかげで解放された。しかし大きな戦局を常に考えながら行動することが大事なんだ。もちろんそれに加え、正確なる情報をつかんでおらんと作戦行動の計画は困難である。なるほど。その地図は随分使われたようですね。ああ、若い君などにはとても想像もつかんくらいだな。1911年のフランス陸軍大演習の際、わしはこの地図で作戦を練り、あのジョフレのやつを出し抜いて勝ったの。1911年、30年以上も前ですね。世の中には変わらんものもある。時は流れ去り、人も変わろうが、この大地は、山や川は昔と同じだ。この古い地図さえも、まだ価値があるのだ。いや、かか、そういう意味じゃないんで。つまりその、いや、立派な地図です。わしは正確な戦線の位置を知りたいんだよ。もちろん現在の情報源は限られておるのだが、なんとかしよう。工夫次第だ。閣下なら大丈夫でしょう。ブラッドレーはわしにも先がよく読めるのだ。成功法でかつ慎重だからな。しかしパットンは驚くばかりだ。素晴らしい。常識では考えられぬあのスピードやあの大胆さ。彼の目的はパッパッパッ、敵の心臓部、すなわちベルリンだ。我々もベルリン突入の第一波に加わらねばならん。いや、我々ですって。おじい様、やめて。わしが陣頭に立たんで、どうして最後の勝利が得られると思うのかね。それで思い出したんだが、兵隊を集める前に、簡単でよい、この作戦計画を話してくれんか。我々の隊はいかなる命令を受け取るのだ。しかし閣下、自分は何も知らないんですが。隠すことあるまい。わしは将官なのだ。そのわしが野戦の指揮を取るとすれば、作戦計画を知る資格は十分にあるはずだが。閣下、その自分はただの軍曹ですから、作戦計画など全然知りません。それに、
上層部は一階の軍曹などに知らせる気はないでしょう。それに部下を他の指揮系統に渡せという命令も受けていません。いやいや、それは分かっとるとも。引き渡せというのではないのだ。私はただ共同で指揮を取ったらどうかと思ったのだが、閣下のおっしゃることは到底不可能です。いつも年寄りすぎると断られるが、そうかもしれん。だがわしにも取り柄はある。この土地の地形から火の一本一本まで知り抜いてることなのだ。閣下、我々はこの町の東に監視所を設置する命令を受けています。閣下の地図には道が5本あり、我々のは4本しか出ていません。これは今後の行動に影響を与えそうです。案内役としていらしていただけませんか。喜んでお供しよう。恐縮です。3分後に出発します。ジャクリン、ジャクリン、すぐ出かける。用意しておくれ。はい。たかだか2、30分のことだ。冷やかしたり笑ったりしたら承知しねえぞ。いいな。気をつけ。準備終わりました。よろしい、出発させたまえ。はい、直れ。エリー、先導しろ。記念すべき日だな、グエソ。いつか共にライン川を渡ろうぞ。ベルですか。ボリエと呼ぶ。そうだ、ボリエはあの道だ。よし、その道だ。早く行け。じゃあ閣下、ご協力を深く感謝します。軍曹、わずかでもお役に立って幸いだった。軍曹、いや、ここで突き放すわけにはいかん。上官として勝手すぎるというもんだ。つまりわしと違って君たちは土地を知らんのだからな。もし迷ったら申し訳ないことだ。お心尽くしには感謝しますが、大丈夫、なんとかやります。いや、わしが言った方が分かりやすいだろう。しかしだいぶ遅れてるので。わしなら若い者には負けんぞ。失礼してお別れします。なあ、軍曹、一つ言わせたことがあったが、ここを1000メートルほど進むと、そのボーリエへの近道が左へ曲がっとる。うっかりすると見落としやすい道で。いや、見つけますよ。いや、まだまだある。その道を進んでいくと川に出るが、橋は壊されておる。浅瀬を渡るには十分に慣れた案内役が必要だぞ。その点でしたら、うちの分隊では問題はないのです。ケイリーはルイジアナ出身で、浅瀬を渡るのは名人ですから。本当か。ええ、そうですか。本当ですよ。
理へ。軍曹、何の日か忘れておった。何です？週に一度エリザベスに会いに行く日だ。エリザベス？家内だ。死んだ家内だ。君の行く方向とちょうど同じなのだよ。さあ行こう。適当な監視所があるかどうか見てみろ。ケリー、道を調べろ。ねえ軍曹、俺腹の虫が鳴いてるんですがね。よし、腹ごしらえしとけ。ここに監視を置くつもりなのか？今石膏が見に行ってるとこです。もう済ませている頃だと思ったが。それが少し手間取りましてね。聞いたぞ。来る途中村に寄った時にジャクリーンさんとかに会ったんだ。ええ、偉く褒めてた。軍曹は親切で優しくかつ高貴な人だそうだぞ、サンダース。みんなの言うのはもっともだ。エリザベス、年を取りすぎた。わしはどうすればいい？そうしよう。それしか道はないのだ。ジュデン、エリザベス。中を調べてみろ。ダメだな、木が邪魔で見通しが効かん。
어디 와 계세요? Es muss jeden, zum Schäfer hinausgehen, wo du, mein Schatz, bleibst hier. Wenn ich komm, wenn ich wiederum komm, und... Er hat vergessen. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume, pour un pire amour. Allez, les portes, allez, もう出てきたまえ。さあ、親愛なる軍隊将軍、もう安全だぞ。つまりだな、時を経た牽制攻撃というものは時として正面攻撃に勝るのだ。閣下は何と言っていいか。いやいやいや、君は命令を受け取る。わしは心から君と勇敢なる部下たちの武運長久を祈っておる。またいつか会うこともあるだろう。そうなりたいですね。うん、そうだ。もっといい時代にな。語り合おう。おや、こらいかん。君たちは先へ進んでくれ。そうだ。軍曹、君の受けた命令は確か見通しのいい高い土地に監視を設けることではなかったかな。その通りです。それならばわしがいい場所を教えてあげよう。理想的な場所だ。地図を見せてもらえんかね。ああ、どうぞ。どこになるかな。ああ、これだ。ここの丘の上にあるコミーヌの館がそうだ。このすぐ先ですな。
ご存知ですか？ああ、知っとるとも。つまりこの館の持ち主はわしの旧友コミーヌ伯爵夫人。ここなら申し分はない。ここからは四方がすべて見渡せる。2キロ四方は確実だな。理想的な位置はこの辺ではこの館だけだ。待ってくださいよ。こんなにいい場所なら敵が言ってるかもしれねえ。いやいやいや、その点はわしが保証しよう。伯爵夫人には今朝のミサで会ったばかりだ。敵がいるなら話に出る。それだけ分かれば結構です。それじゃあ安全な道を教えてくれませんか？よーし。いや、そのこの地図でです。うん、それここに沼があるな。この脇を通り過ぎて橋を渡ってまっすぐに登るのだ。ありがとうございました。すぐ分かるでしょう。もちろんわしも喜んで一緒に行きたいのだが、しかし勝手ながらこの道案内は勘弁してもらいたい。朝から働いたのでわしも大変に疲れておる。実は家へ帰る前にここで一休みしたい。そうなさってください。お嬢さんによろしく。ありがとう。わしからもよく言っておこう。おつらい向きだ。あれだけ高けてね。カーター、お前はここに残ってろ。3回して低くいるんだぞ。いいな。ねえ軍曹、他の奴ら大丈夫ですか？ああ、みんなあっちの森だ。ジョーンズがやられた。やっぱりあんなジジイの言うことなんか当てになりゃしねえんだよ。敵はおらんだってさ。伯爵夫人とはミサで会った。食わせもんね。早く引き上げよう。どんな具合だ？出血を止めるまでは出かけられませんよ。良くないですね。将軍の言う通りだ。理想的な場所だな。あそこなら15キロ先の部隊まで見渡せる。ひでえことになった。軍曹、あれ見てごらんなさいよ。俺は泣きたくなってきたよ。こんなことになるとは、わしはバカだった。
ミサで白色夫人に会ったのは今朝だと思ったが、日を間違えておったらしい。ああ。軍曹、許してくれるだろうか。軍曹、ここじゃこれ以上何もできません。担架を作ってやれ。早く連れ出すんだ。まさかこのまま退却するつもりではあるまいな。閣下、部下が一人やられました。この一人は負傷です。分隊は寸断され、丘の上には敵がうじゃうじゃいる。中隊に帰って報告する以外にありません。だいぶ遠いからそれまで持つか。一人死んだのか。そうです。軍曹、だからトンネルの側から進めばよかったのだ。トンネルを伝えば不意打ちをかけられ、しかも撃たれる危険はなかったのだ。トンネルというと？トンネルを教えなかったかね。いや、聞いてませんね。革命の時、掘ったトンネルがあるのだ。当時の貴族たちが恐怖政治に備えて、秘密の逃げ道を作ったのだ。軍曹、もうおとぎ話の相手はよしなさいよ。さあ、担架に乗せよ。見たことあるんですか？もちろんだと思う。演習の時あれを利用してジョフレを出し抜いたの。行くぞ、行きますよ。まあ待て、カービー。それはどこなんです？来た前。あの森の中だ。森の向こう側にあたるが、家まで続いておって、地下の酒蔵を通り抜けて上へ出る。料理をするところだ。台所？台所だ。カビ、ちょっと見てくる。バカな、よしなさい。道を横切る間援護してくれ。もしトンネルがまだあれば台所に下に出るまで何分ぐらいです？1分か2分で行けるだろう。トンネルがあったら合図する。5分だけ待って、せいぜい派手に打ちまくるんだ。みんなでトンネル探しだ。早く見つけてくれないと。あるのだ。確かにあるのだ。おい、引き返すんだ。おい、トンネルはまだ見つからんのかね。もう崩れたんでしょう。いやいや、頑丈にできていた。崩れるはずはない。ここにある、ここにあるはずなのだ。あの木だ。わしはあの木のそばに立っていたのだ。あれはちょうどこの辺りだ。いや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 、ちょうど
この辺りだった。おお、いたるぞ。装備を外せ。ケリー、カービィにトンネルを見つけたら合図しろ。いいかね。ここまで来ればもう分かりますから。いやいや、やはりわしが案内しよう。頼む。言った通りトンネルがあっただろ。クソ、いいかね。あのドアから1階に出られるのだ。あのドアのちょうど反対にもう一つドアがある。それから螺旋階段を伝って上まで行けるのだ。最高。閣下は残ってください。今さら何を言うのだ。誰が残って見張らなくちゃなりませんが、武器を持ってないのは閣下だけです。しかし閣下、お願いします。ジョフレもあの演習でわしが飛び込んできたあの時こんな顔をしておったよ。
捕虜を連れ出せ。元帥、わしの言ったことを覚えているだろう。いつか共にライン川を渡ろうではないか。軍隊お嬢取り、将軍に敬礼。よっしゃー、いい。